ショートヒルズの戦い、ショートヒルズの戦い、またはメタチェン集会所の戦い、はアメリカ独立戦争中の1777年6月26日にニュージャージーのスコッチプレーンズとエジソンでウィリアム・アレクサンダー准将、スターリング教の指揮する大陸軍とウィリアム・ハウ中将の指揮するイギリス軍との間に行われた戦闘である。ショートヒルズという名前はついているが、 現在ミルバーン氏の一部になっているショートヒルズで戦闘は行われなかった。1777年6月半ば、ハウ将軍はニュージャージーの中央部にその軍隊の大半を降軍させ、ジョージ・ワシントン将軍の大陸軍がそれまで陣取っていたワチアング山脈の防御的な陣地からおびき出し、イギリス軍にとって攻撃しやすい状況を作ろうとした。 ワシントンがその陣地を離れなかったので、ハウ軍は6月22日にパースアンボイまで交代した。ワシントン軍の前衛部隊にはスターリング卿の部隊が含まれており、これがイギリス軍の動きをつけていく一方で、ワシントンは主力を陣地のあった丘陵部から動かした。ハウはこの機会を捉えて、6月26日にはワシントン軍をその丘陵部から切り離すために2つの 部隊を進軍させた。これらの部隊がスターリング卿の部隊と小競り合いとなり、スコッチプレーンズでの海戦となった。スターリング隊はイギリス軍に比べて無勢だったので後退したが、ワシントンはイギリス軍の動きを警戒しており、この時までに給料部に後退していた。1776年3月、ウィリアム・ハウ中将の指揮するイギリス軍は、ワシントン軍が ボストン市を見下ろす高台を要塞化し、ボストン市と港を脅かした後で、ボストン市から撤退した。この軍隊に、ヨーロッパから到着した援軍を加えて増強された、イギリス軍は、ニューヨーク市占領に動き、ワシントン軍をニュージャージーからも追い出した。1776年末、ワシントンは、デラウェア川を渡って、トレントンのドイツ人傭兵駐屯地を吸収し、 ニュージャージー大半の支配権を取り戻した。両軍は陶器宿営に入り、冬の間は養殖を求めた小戦闘を繰り返した。ハウはその冬の間に第二次大陸会議が拠点としているフィラデルフィアを占領する作戦を立てた。冬の間に続いた小競り合いで、ニュージャージーに駐屯していた部隊は疲労しており、4月にバウンドブルックにあった。 大陸軍の前進基地を襲う攻撃ですら完全な成功にはならなかった。ハウはその作戦、すなわちフィラデルフィアに進攻する意図を多くの者のには漏らしていなかった。ワシントンはハウの標的の一つがフィラデルフィアであることは考えたが、正確にはハウの意図がわかっていなかった。5月29日、ワシントンはモリスタウン近くに置いていた陶器宿営地から ワチング山脈のミドルブルックにその軍隊の大半を移動させた。そこからはイギリス軍のフィラデルフィアに向かう動きを観察し妨害することができるはずだった。この戦闘に言及する歴史家たちは戦闘名をつけることがごく稀である。戦闘は主に現在のエジソンやスコッチプレーンズで起こったのだがショートヒルズと呼ばれることが多い。別の名前をつける歴史家もいる。 デイビッド・マーティンは、フラット・ヒルズあるいはアメタチェン集会所と呼んでいる。イギリスの連帯誌では、ウェスト・フィールドと呼んでいる。6月9日、ハウはその軍隊を、スタテン島からパース・アンボイに移動させ始めた。6月11日、ほぼ全軍がラリタン川沿いの道をニューブランズウィックに進んだ。ワシントンの情報収集部隊は、 ハウがデラウェア川を渡るために必要な装備を後方に残しておりフィラデルフィアに向かう可能性は薄いと伝えていた。ワシントンは予防処置としてニュージャージー南部の民兵隊の招集を呼びかけた。6月14日、ハウ軍が再度進軍した。その目的地はサマセットコートハウス、現在のミルストーンだった。ハウは明らかに ワシントン軍を開けた地形における戦闘におびき出そうとしており、そこに5日間止まった。ワシントンは給料部から出ていくことを拒否したので、ハウは6月19日にパースワンボイまでの交代を始め、はじめ6月22日にそこに到着してニューブランズウィックからは完全に撤退した。ワシントンはハウの仕掛けた罠に落ちることを拒んだ後、交代するイギリス軍を追って、 ミドルブルックから山を降りて、キブルタウンまで軍隊を移動させ、ウィリアム・アレクサンダー准将の指揮する強力な前衛隊をニューブランズウィックの北にあるスコッチプレーンズに送って、その最奥とし、イギリス軍を攻撃するようにした。スターリング隊は、総勢約2500名であり、ウィリアム・マクスウェルのニュージャージー旅団と、トマス・コンウェイのペンシルベニア旅団、ダニエル・モーガンのライフル渋隊及び、 オッテンドルフ部隊で構成されていた。マックスウェル旅団は、第1から第4のニュージャージー大陸軍連隊と、オリバー・スペンサーの追加連隊で構成され、コンウェイ旅団は、第3、第6、第9及び、第12のペンシルベニア連隊で構成された。オッテンドルフ部隊はその主たる徴兵者である、ドイツ人傭兵オッテンドルフ男爵ニコラス・ィートリヒの名前を取って付けられた部隊だが、 オッテンドルフが1777年5月に突然軍隊を去った後はフランス軍人シャルル・アルバンに指揮が与えられていた。ハウはワシントン軍の移動を逆手に取りスターリング橋の陣地に吸収をかけさせた。これはスターリング隊を壊滅させてワシントン軍のミドルブルックへの退路を遮断し比較的開けた地形で大陸軍に海戦を挑む意図があった。 4月26日午前1時、ハウは、パース・アンボイから2部隊を出動させた。第1の部隊は、チャールズ・コーン・ウォリス中将の式で、ドイツ人兵両兵の古中隊、ドイツ兵敵団兵3個大隊と、イギリス兵敵団兵1個大隊、ドイツ兵両機兵隊と、第16軽流機兵連隊からの流機兵隊、この絵旅団の1個大隊、 およびロイヤリストの植民地部隊であるクイーンズ・ンジャーズで構成された。第2の部隊は、ジョン・ボーン少将の指揮で、ハウ将軍もこれに同行することとした。この部隊は、ヘッセンイコール、カッセルとアンスバッハイコールバイロイトの両兵中隊と、イギリス系兵よび敵団兵の大隊で構成された。コーンボリス将軍の部隊は、ウッドブリッジに向けて、ボーンの部隊は、 オナムトンに向けて進軍した。二つの部隊は、ショートヒルズ地域をほぼ平行に走る道を移動し、スターリングの前衛部隊と衝突してからは、走りながらの小戦闘が始まった。大陸軍は後退しながら、低木の茂みからイギリス軍に発砲した。後退する大陸軍は、イギリス軍をアッシュスワンプとスコッチプレーンズの地域に誘導した。そこにはスターリングが、 防御陣地を備えさせていた。イギリス軍の激しい砲撃に遭い、さらにその勢力が勝っていたので、スターリングはそこを死守する覚悟でいたものの、さらに後方のウェストフィールドの方向に交代させられた。この時、イギリス軍はその日の過酷な暑さに悩まされていたので追跡を止め、スターリングはミドルブルックの基地に向かって秩序を正しく交代することができた。伝令がワシントンに、 ハウ軍の接近を知らせたので、ワシントン軍は、給料部のより安全な位置に用心深く、交代することになった。その日、遅く、ハウがワシントン軍の前線を視察するために到着し、そこがあまりに強固なので攻撃できないと判断した。スターリング隊が抵抗したことで、ワシントン軍がより安全な位置に交代する時間が作られた可能性があり、この戦闘は、戦術的には、 イギリス軍の勝利だが、戦略的に大陸軍の勝利と考えられている。イギリス軍はその夜をウェストフィールドで過ごし、翌朝パースアンボイの基地に戻り、さらに6月30日にはニュージャージーから完全に撤退した。7月半ば、ハウはその軍の大半を輸送船団に乗船させ、フィラデルフィアに向けて出航したが、ワシントンはその目的地がわからなかった。 ウエストフィールドには、コーンウォリス将軍と、地元で、大陸軍のためにパンを焼いていた住民アントベティ、フリーズの出会いについて逸話が残されている。フリーズが、私は、愛情ではなく、恐怖でこれを渡すと言って、コーンウォリスにパンを差し出したとき、コーンウォリスはその申し出を丁重に断り、私の部下には一気になりとも触らせませんと、応た。イギリス軍のある士官が、イギリス兵と、 ドイツ兵の損失を、戦死五名、負傷三十名と記した。主官の中では、この AK 不評連隊のジョン・フィンチ名誉隊員だけが、戦死した。フィンチは攻撃の先端に立っており、ある時点で、スターリング教に、さあ来い、反逆者め、目にもの見せてくれるわ、と叫んだ。スターリングの反応は四名の狙撃兵に、フィンチへの集中銃撃を指示したことだった。フィンチは、 間もなく負傷し、その時の傷が元で3日後に死んだ。大陸軍の損失は全く分かっていない。イギリス軍は大陸軍の戦士、負傷合わせて100名と主張し、両軍とも大陸軍が大砲3門を失ったことと70名が捕まえられたことを認めた。スターリング隊の前衛だった、オッテンドルフ部隊は最も損失が大きく、80名中32名が、 戦士あるいは捕虜となった。ニュージャージー第二連隊指揮官のイスラエルシュリーブ、大佐は1777年7月6日、マクスウェルの旅団が12名戦士、約20名負傷、多くが捕虜と記していた。またその日誌には、我が軍は20ないし30名が負傷。34名を除き軽傷とも記した。ニュージャージー第二連隊では、エフレーム、アンダーソン大位が戦死 ジェームズ・ローリー隊員が捕虜と二人の士官の損失が記録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。